東日本大震災の発生から12年が経とうとしています。住民の記憶も参考にして、震災前の街並みを再現した模型を作るワークショップが小永川町で開かれています。12年前の小永川町中心部を千分の1の大きさで再現した模型です。色付けしているのは神戸大学や宮城大学の学生たちです。 失われた町模型復元プロジェクトは神戸大学の研究室を中心とした実行委員会が震災で被災したおよそ60の地域で行ってきました。小長川町の模型を作るのは2014年に続き2回目です。3階建てぐらいの老舗の旅館がこれこれにも変えてない。 大学の研究室で作った模型を現地に持ち込んで地域住民の話を聞きながら修正したりどんな場所だったかを説明する旗を立てたりして模型を完成させます。研究室だとその物理的な環境建物とか都市の形とかまでは分かるんですけれどもそこにこう含まれている記憶であるとか人々のもともとあった生活っていうのはこの場に来て話を聞かないと分からないので。 このワークショップは、女川町町中交流館で、あさってまで開かれています。